あなたはボールペンを買うとき何をポイントに選んでいますか？スムーズにインクが出るかとか、あの書きやすさとか。書きやすさ。書きやすさ。書きやすさ。書いた書き味っていうか。書き味。書き味ですかね。調査によると、油性ボールペン購入時に最も重視するのは書き味。毎日使うボールペンだからこそ、一番気持ちいい書き味を目指し、ビクーニャを開発しました。それでは、一番気持ちいい書き味のボールペンとは一体？滑らかさと筆跡の鮮やかさだと考えます。どこまでも書き続けたくなる極めて低いインキ粘土。書いた瞬間を軽やかにする潤滑剤。筆跡が鮮やかに仕上がる着色剤。この3つの絶妙なブレンド技術から生まれたのが、ペンテルの滑らか油性ボールペンビクーニャなのです。ビクーニャはメモ書きから長時間の筆記まで気持ちよく書けることはもちろん、テカリがなくくっきり鮮明な筆跡が得られるため、書いた後も気持ちよく読み返すことができます。ビクーニャの書き心地は？あ、めっちゃ書きやすい止まらない感じです。こう引っかからないみたいな。あ、詰まるような感覚が全然なくて、書いてて気持ちいいです。すごく滑らかですね。引っかかる感じがない。スルンって感じ。書き味は素晴らしいですね。すっごいスラスラ書けますね。書いてて疲れないです。あまりこう筆圧をいらないというか、書いてて疲れにくいと思います。疲れないでスラスラ書けます。そしてビクーニャは商品を選ぶ気持ちよさも考え、100種類近いラインナップを揃えています。あなたにぴったりのビクーニャがきっと見つかるはずです。一番気持ちいい書き味のビクーニャ、今すぐあなたもその気持ちよさを体感してください。